1852年憲法1852年憲法はシャルル・ルイ・ナポレオン・ボナパルトによって1852年1月14日に交付され、1852年12月25日に若干修正されて第二訂正のもとを築いた憲法である。ルイ・ナポレオンは1851年12月2日のクーデターで第二共和制を事実上崩壊させた。同日、 ルイ・ナポレオンはフランス人民に向けて人民への訴えを布告し、おじ、ナポレオン・ボナパルトに習い、第一投了によって創設された制度を復活する意向を表明した。ルイ・ナポレオンのクーデターは1851年12月20日と21日のプレビシットで承認された。この投票はかなり誇張され、92%が賛成票を投じたと発表された。 この圧勝を受け、ルイ・ナポレオンは、側近のルエール、バロッシュ、トロロンらに新憲法の起草を急がせ、新憲法が1852年1月14日に、交付された。この憲法は、1852年11月7日の元老院決議で修正され、ルイ・ナポレオンの一族による世襲の訂正を復活するものとした。この修正条項もプレビシットで承認された。 1852年12月2日に第二訂正の成立が宣言され、1852年12月25日に帝国憲法が交付されたが、1月14日の憲法からの目立った変更点はなかった。この憲法は、アンシャンレジームや革命後の制限線強制を拒絶し、フランス革命と歌っているそして、何よりも第一訂正をそのよりどころとした。 ルイ・ナポレオンは人間の中に民主主義が息づかなければならず、この憲法が応じ、ナポレオン・ボナ・パルト流の民主主義的訂正への回帰だという信念を持っていた。この体制の特徴は普通選挙に支えられた個人の強権政治にあり、人民主権をその正当化根拠とした点で、それまでの立憲王政と異なる。この憲法は大統領の任期を10年に延長し、 他選を制限しなかった。この憲法の規定のもとで、ルイ・ナポレオン・ボナパルトは、当然に新しい任期で大統領に再選されたものとして扱われた。大統領には、全執行権と立法に関する権限が与えられた。大統領は、陸海軍を指揮し、御社権の他条約締結権を有するものとされた。また、大統領は、 大臣任免権と立法院解散権を有するものとされた。大統領を補佐する国務員は大統領が指揮監督、主催し法案の起訴を推進に当たるものとされた。大統領は法案提出権、すべての法律及び元老院決議の交付権、その交付の拒否権を有するものとされた。このように強大な権限が大統領のもとに集中していたため、 第二訂正の成立が宣言された際、わずかに変更された点といえば、大統領が皇帝に読み替えられ、世襲の定位となったこと程度しかなかった。二つの議会は圧倒され、限られた権限しか持たなかった。立法院は、直接選挙かつ普通選挙によって選出される任期6年の議員260人からなるが、恣意的な選挙区割と、 感染候補制度が大統領を支持する立候補者に有利に働いた。立法院は法案修正を審議したり、大臣の行為を問責したりすることはできず、政府がその議長を任命するなど、議員自立権もなかった。元老院は大統領によって任命される、終身議員80人内し150人からなる。元老院は、元老院決議を発して、統治機構を再編し、 法律の合憲性を審査することができるものとされた。やがて、直令や元老院決議によって憲法が修正され、徐々に議会の権限が拡張された。1860年、ナポレオン三世は直後報道を復活し、元老院立法院両議員が政府の行為について意見することを認めた。立法院は1861年にその議事録の 公表が認められ、1867年に政府に対する問責質問権を獲得し、1869年に法案提出権と法案修正権を獲得した。ありがとうございます。